続いて演舞いただきますのは小塩神楽の皆様でございます。演目の説明につきましては小塩神楽より皆様に説明していただくことといたします。はい、この舞は節屋の長者に一人の娘がおりまして、この娘はあらゆる堂々寺々や名所旧跡を参謀しておりました。それでも由良の金巻寺だけは拝んだことがありませんでしたので、参拝したいと申し出ますが、叙任禁制の令状なので断ります。それでもぜひにという女に従事、すなわち住職は尾に立てども目に立たず、男参れど女参らぬゆえ、女の身としてすぐすぐ帰らせたまえと言います。女はどうしても参拝をしたいと言い、十字にさらにこの寺には5つ7つの不思議があるので帰れと言います。それでも諦めきれず参拝し、金の尾をついたらどうなるかと問います。十字は愛宕鞍馬より大天狗小天狗が舞い降り、すなわち邪神になるからやめるように言います。女は諦めきれずに寺に入って金をつこうとしたところ、すなわち仏罰が下り、金の下敷きになって邪神に変身します。そこへ修行を積んだ法力を得た修験の客層が通りがかり、かの邪神を祈り出し退治してお目にかけようと言い、邪神と客層の激しい攻防の戦いとなります。最後は邪神は退治され、元の姿に戻って成仏をするという物語であります。前半は一途な女の執着の思いを表し、愛情を帯びた艶やかな美しい舞、そしてその後は一転して恐ろしい邪神となっての邪念の舞、それを念力で重複する山伏と客層との一進一退の戦いが見ものであります。それでは小塩神楽による金巻きをご覧に興じます。よーよーいえそんげゆくほんどにようよーいえそんげゆくほんどに金巻殿欄に月にけり
海山金巻寺を拝み申したることはなし。別当坊は御家にましますかようの。この寺と申すはそもたとき寺なれば女の身として、それからすぐすぐ帰らせたまえ。おお、なかなか三蔵の神寺と申すは、ともたとき身で何ましませんば、女の身としてこれからすぐすぐ帰れとのたもかようの。おお、ここに五つの不思議あり、五つの不思議に通りてはそも、男参れど女参らず、おんどりかよいどめんどりかよわず、鹿がかよいどめんがかよわず、きおだにおぎたてんどめんぎたたず、枯れ木に花咲けどはみのなることもなし、女の身としてそれからすぐすぐ帰らせたまえ。おお、なかなか三蔵の神寺と申すは、そもたとき身寺にましませば、男参れど女参らず、おんどりかよえどめどりかよわず、鹿がかよえどめがかよわず、きおあんだにおぎたてんどめぎたたず、枯れ木に花咲けど実のなることもなし、女の身としてこれからすぐすぐ帰れとはのたもかようの。またここに七つの不思議あり、七つの不思議に通りてはそも、
雨ぶれと軒葉の露の映ることもなし、探りなけれどうちに風のいることもなし、こうだけの煙もいずることもなし、農協読む声すれど姿の見ゆることもなし、金の竜図の切れることもなし、池の蝶々何度遊べど声たずることもなし、そう案じなけれど庭に草生えず、女の身としてそれからすぐすぐ帰らせたまえ、おおはなかなか三蔵を、かのはみねらと申すわ、そもたときみでらにましませば、雨ぶれのはのきはにつゆのおつることもなし、さぐりだけれどうちに風のいることもなし、こうだけどは煙のいずることもなし、苗木で同居読む声すれど姿の見ゆることもなし、金の竜図の切れることもなし、池の蝶々なんと遊べと声たずることもなし、掃除なけれど庭に草生えず、女の身としてこれからすぐすぐ帰れと、野田も火曜の三道路を参らんといえし、みねらに参り、おさんといえし、金の王をしたるがゆえをもって、いかなる筆にもなったる様子を受けたまわって、そろかよの、おまいらんといえし、寺にまいり、おさんといえし、金の尾をしたるがゆえをもて、あだもくらまも近ければ、大天狗、小天狗、まいくたらせ、たじまじ写真となったる様子を受けたまわって、そろのようのさきんのようにえさきんのようにいかなる罪を罰りおけおなと生まれし胸Thank you.
神族に泊まりと尋ねたり、感じ祈り出して
Thank you.
塩神楽の皆様でございました。ありがとうございました。